おお、なんだこれ、気が早いか。いや全然早くない。まだウーアンから行くんでしょうね。ソウズかピンズか分かんないですからね。一色一色、え、大三元じゃないですか須田さん。初チュン統一白1枚、ここに初チュン1枚ずつ。まずは9万から。アサミにも初1枚、これ出ますね。まあ、ありますね、出ますね。中田に白が1枚しかないですよ。これ山に白2枚ありますよ。今白引けば、あ、でもこれはシャンポンになった時には嬉しい。これだけど普通なんだろう、三役泣けたらいいですけどね。岡田大三元なくても、うん、なんからポンですね。777ありますからね。これはどうしますか。これ両面外した方がいいんですけどね、5万切るよりも。あ、これだと安く、はい、あ、でも一色狙ったんでしょうね。なるほど。あと小三元大三元、はい、でも難しい選択でしたけどね。両面外す手もあるんですけど、両面系がいい町なんでね。はい、ヤンウソ6球ピン、はい、難しかったですね。まあ、ただウーマン行くと最悪2900っていうケースもあるんですか。あ、並べなかった。あ、ウーマンをね、統一落とし見せずと。早く見えちゃうからね、統一落とし見せると、うんうんうん、まだ私あんま整ってません顔してるってことですね。でポンでしょ。これはさすがにウーマンですかね。で上見せると、だけどトン挟んでるから微妙なんですよね。これがね、続けて打ってトンだと嫌なんですけど、はい、ウーワン、トンウーワンだと、はい、あれまだかなって思わせるところはありますよね。うん、チュン誰でしたっけ。萩原ですね。あ、これは出ないですね。神ちゃん大変。チー、あー、チーした。これ取りますか。取ります、取ります。2900のテンパイですね。はい、もうあの上打った以上こういう風に打つんでしょうね、はい、うん、なるほど。チーピンパーピン外す人もいると思うんですよね、上のところで。ええー、偶然かぶっちゃった。これを偶然と呼ぶ人もいるでしょう。逆じゃないです、はい、それが正しい道と言えるかもしれない。人によってはですよ。人によっては、はい、だってテンパイ取んない人もいっぱいいますもんね。これチュン引いたらどうするんだろう。短期にした後の本一以降がありますよね、はい、約3本一、はい、チュンつもぎるようなことはないね多分。短期にはなりますけど、点数がまあ4倍になりますからね。あ、攻めてる。ほう、攻めてますね。アサミ缶を缶する時期を伺ってますね。パワー安全牌なんですけど、缶したいんでしょうね。あー、受けた。まあ三風呂ですからね、親の三風呂。ヤクヤク赤とかあっても怖いとこですからね。これはどうですか。あ、受けた。あ、イスス薄いの。いや、そうでもないですよ。そんな薄いとかではないですね。4枚見えてるとか。パワーン切んなかったですね。あのトーンが挟まっちゃってるだけに、カンパーマンを連れてったとかもあり得たってことですかね。あ、だけど白後ですよ。5578拍、うん、チーして、そうか、カンパーマンをウーマン切って固定する意味がないですもんね、はいはい、チャンタとかじゃないし。いやー、恨めらないで白チュン引かないで。岡田チュン1枚ありますか、白も。はい、パーソン4枚切れですか。はい、またお帰りなさいだね。いやいやいや、やれますよ十分。え、中田今サブロソーとイースーピンのピンフのイーシャンテンですよね。1万切りづらかったんですよね。1万裏筋で、うん、でもテンパイしたらですね、はい、白チュンどころか6球ピンさえ積もらないぞ。
でもね、はい、あ、これでしのげるんじゃない、ピン属つけば。本当だ、両ピン引ければ最高、当たり牌を。そうですね、岡田の、ローピン引いてのリャンパーピンピンですよね、うん、振り点もないですね、はい、ローピンありますよ、ローピン。スーッと切っていく。なんでつもんないの。本当ですね、9ピンあるよね。ありますあります。69ピンは9ピンが場に2枚出ていて手にはなし、ローピンも2枚あるんじゃない。2枚ですね。あー、サブローピン、サブローピンなら行くんじゃないですか。ピンフイペーコーですよ、ピンフイペーコーだもん。あー、行きますね。いやこれをこいついた、サブローピンだ。どこについた、はい、パーピン、いや打ちづらいぞこれは。いけない気がする、いけないっすよね、これはいけないっすよ。でもこれ振り点チューンありますよ。お1枚、そんなバカな。そして岡田のサブローピンはローピンが2枚、ローピン2枚ありますよ。ローピン2枚、今日は直訴の当番。積もったらまた一発で、チームで初めて意見を、自分の意見を通したイルカサブローピン。うーん、誘う。いやまだまだ山は十分に残っている。あ、これチューンですよ、もうピンズ引いたらチューンですから。何が通りやすいか考えてるんですよね多分。チュンチュンで2回しのいで、うん、気になり、なるかな、はい、もう1回あるか、チュンチュンでもう1回あるか。ピンズばっかり引かないでと思いますよねこういう時でも次サブローピンはテンパイですからね、はいさあ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 、ここをね積もったら大きいですよ。大きいですよ、大きいです、大きいです。これサブロッソーリャンメンターズ払ってね、よくたどり着きましたよ。うん、困っちゃったのか。ではドラか、アマンいけるか。あ、いった、きたきたきた、裏ドラ。あー残念、1300の線。いやーこれでも大きい、いやこれは良かったですよ。いやこれも岡田の連チャンをもう疑う余地なしでしたが、見事追いつき追い抜いた中田かな。今日はいつもと違うぞ、リーチツモピンフイーペーコー1300-2600のツモ上がり。いやこれはいいですね、初めての直訴の登板、個人11戦目、規定打数だけでは終われるわけがない。何のために来たのか、そう私は戦いに来たんです。親番か、じゃあ親番はどうやってもああいう風になるけど、ああ打ったらなってたかな、なんか6球になってるかどうか。うん、そう、ちゃんと6組だからなってそうな気もするし、うん、だから言いそうってなんかリャンゾー出ないから分かんないね。ってたかはよくかまあ、イーソー引っ張ってると完全ゾーンでチーして6球ピンでチャンタ高めチャンタと全部落ちそう、まあ、結局ローピンは積もられる。リャンゾー打たれるかどうかは分かんない、イーソーってのは。さっき言ってたじゃん、インタビューで、ピンズだと思ってたって。いやもうちょっとどうすれば、まあ、どうすればか分かんなかったな。もっとぶっ壊してたかも。でもさすがに第一度はユーワンから入らないとまずかった。うん、なんかもう目立ちたくなさすぎちゃって、捨て牌を作りたかった、安牌絞られたくない。そう、結局までどうやったところでさ目立つどうせ次ユーワンになるわけだよ。ちょっとでもこう、なんか夜会泣きやすくしたかったんだよな、うん、3つ泣きたかったから。さすがに次にもうヤンゾーとか引いたらもう痛すぎるから、さすがにダメだねあれは。そっか、じゃあ馬から行くか。馬から行こう、気にせず。親番だね、親番の手順マジ難しかったな。三脈にならなそうだったからね。うん、だからあれパーピン持ってきてシャンパンに受けて下がってたなと思って。ああ、うん、パーピンとチューンでね、うん、あれは慎重に両面とかですよね。いやあれチーピンだったらシャンパンにしてたかもしれない。うん、おお、やっぱ一枚切れ結構大きいなと思っちゃって。で、6球ピンって何枚あったんだっけ。6枚そんなだった。当時は1300ホールがすぐできそうで、だんだん減って1ピンが1で握れなかったから、うん、6ピンに9ピンにやったそんなにいたんだね。13本ホールでいいやと思ったんだな、一番上がりやすくしたのに上がれてないってこれなマージャンの不思議なところ